はい、皆さんおはようございます。 HIDCH ひでです。はい、今日はですね、なんでこんな格好をしてるかと言いますと、前回ですね、上げさせてもらった動画でパッキングをしたかと思うんですけれども、今回はですね、実際の登山日となりました。で、これからですね、現地に行って実際に登山を開始していこうかなと思います。ということで、また登山口でお会いしましょう。はい、ということで、ですね、今愛知県民の森というところに到着をいたしました。見てください、すごい綺麗。はい、ということで、これからですね、登山口へ向かいまして、山に登っていこうかなと思います。まあ、多分山頂まではタイムラプスでお送りしていこうかなと思います。それでは行ってきます。ということで、現在標高が286メーター前後ということなんですけど、きつい、きつい、山がここまできついのかっていうぐらいきつい。で、現在、ここ見てわかります。10時1分。登山保険に入ったのが8時なので、もうすでに2時間経ってます。初心者は、傾斜のきつい山に登るもんじゃないっていうことがちょっと分かりました。ということで、もう少し登っていきたいと思います。ただいまの時刻が10時43分で、登山開始から1時間47分で、標高が現在386m、距離が 1.4 キロです、かなり遅い登山になっております。意外ときつい。ただ最初よりきつくなくなってきたんで、まあまあ、この先少し一気また登っていきたいなと思います。you
お昼です。今回はエビ天そばをこの間紹介したクッカーでお湯を沸かしていきたいなと思います。景色はいいわ。あとは俺が死んでたのが1時間だった。はい、ということで、愛知県民の森の、事務所の方に戻ってまいりました。いかがだったでしょうか。結局山頂まで行けずにね、引き返してくるっていう感じになっちゃったんですけど、まあまあ、いいトレーニングになったかなと思います。まあ、これからもですね、ちょこちょここうやって登っていければいいかなと思っておりますので、またですね、次回、どっか登る時には動画にしていこうかなと思っております。トータルがこれ見えます。結局ですね、行って帰ってトータルが5キロ歩いて5時間12分ということでかかりました。で、まあ、このヤマップですね、また下の概要欄のところにリンク貼っておきますので、まあ、気になる方はですね、フォローとしていただければなと思います。この後は、今日一緒に来た方とちょっとお風呂に入ってでも帰ろうかなと思います。ということで、今日の動画はここまで。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。